過去に紹介したこのデッドバグの腹筋でほとんどの方がお腹痩せに成功しています。おめでとうございます。今回はその動画の応用編になります。1種目20秒動画の内容は最後に紹介しています。まずはやりましょう。スマホ見ながらでもできます。まずは寝た状態から交互に足を抱えていきましょう。息を吐きながら足を抱えてください。腹筋の最中は腰を丸めないとお腹に力が入りませんから、腰少しだけストレッチしましょう。はい、 OK。 後ろに肘をついた状態で足を抱えていきましょう。スタート。腰を床につけながら足を抱えてください。徐々にメニューがきつくなってきますから頑張ってみましょう。はい、 OK。 寝た状態で膝を曲げたら足を少し伸ばしてください。息を吐きながら腰を丸めます。下っ腹の腹筋使っていきましょう。息吐いて、はい、 OK。 それでは本編に入ります。上半身を起こした状態で足を開いてキープで息長く吐いて、スタート。ふーっと長く吐いてください。足の力を抜いて、息なくなったらすぐ吸って、ふーっと長く吐いてください。できるだけ体を起こしてください。はい、OK。これをあと2セット頑張っていきますよ。手の位置をね、ちょっと今度変えていきます。足は一緒で手は上。これでキープ。いきましょう。スタート。頑張って。手の位置が変わるとね、お腹にかかる負荷が変わってきますからね。止めないように、お腹どんどん引き締まっていきますよ。頑張って、よーし、 OK。 ちょっとお腹も見ましょうか。じゃあ今度は足を伸ばして持ち上げて、手は万歳、これキープ20秒。いくよ、スタート。長く吐いて、オーケー。いやー、お腹がどんどん引き締まっていく。オッケー、オッケー。次は足を組んでみましょうか。そしたら手で足を持ちましょう。ちょっと引き寄せながら体を起こしてみましょう。スタート。腕の力を少し使って体を起こしてみましょう。息しっかり上げて、 OK。 反対もいきますよ。スタート。マイペースでいいよ。オッケー。スペシャルクラッチいきますよ。これはお腹周りをすごい引き締める効果があります。20秒で腹筋100回分、足を90度、体を起こして手を振ります。これでお腹周りをキュッキュッと引き締めていきます。やっていきましょう。頑張って。いきます。こんな感じで手を振って、OK。 あー、効いた効いた。そ
それではお腹周りがねしっかり筋肉使ったので、今度はひねっていきましょう。左右にして倒しましょう。スタート。しっかりねお腹を縦に使いましたから、今度は左右に絞ることでねウエストが絞れてきますよ。オッケー。そしたら肘をつきましょう。この状態で足を伸ばしたら投げる。スタート。最後しっかり下っ腹を伸ばして引き締めていきましょう。休みながら解説聞いてください。今回の腹筋メニューは息をしっかり吐くことができて、しかも1回の時間が20秒という短い時間です。この時間がすごく大切で、長ければお腹に力が入りすぎて力んで息が止まる、回数が多すぎるとお腹の筋肉を長持ちさせようっていう意識が働いてくるんで、お腹に鍛える効果が減ってしまいます。1種目20秒ぐらいで休憩を挟んでいろんなメニューをやる、今回のようなメニューお腹周りすごい引き締まってきますから、やった人はコメントで感想を残してもらって、でしかもやった日付ややった日のウエスト周りを測ってもらって記録に残してみてください。そうするとたくさんの方が結果が出ていくのが分かってくるので、その中の一人としてあなたもコメント欄を使って記録してみてください。今回このチャンネルの復活を記念して皆さんにプレゼントがあります。説明欄にあるメルマガもしくは LINE 公式を登録してもらうと、換気で出るための食事教材10ページ、痩せるための基礎運動知識8ページ、ダイエット食事ガイド86食材、最後に痩せる裏技辞典、電子書籍53ページをプレゼントしています。今すぐ登録してもらうことで、皆さんのダイエットに心強い味方になってくれると思います。そしてさらに YouTube で今まで体が変わりにくかったよっていう人は、説明欄にあるオンラインレッスンにぜひ参加してみてください。このオンラインレッスンでは、Facebook グループを作って、皆さんが食事の共有をしています。皆さんの総カロリー、BFC バランス、そういったものを一緒に計算をして、目標を立てて、毎朝3分のストレッチの課題を提出、週に1、2回のオンラインレッスン45分、上半身の日、お腹の日、足の日、全身の日、有酸素運動の日、ミーティングの日、といった感じで1ヶ月行っていきます。1ヶ月たったの1500円で受けられます。1回のレッスンにしたら150円あたりです。ダイエットは1人じゃうまくいかない。そう思ってるのは事実です。みんなで一緒に体型を変えたい人はオンラインレッスンへレッツゴー。これからもタートルフィットネスで一緒に体を変えましょう。